もう悟りを開くようになっちゃったらもう自分がないよね。自分事じゃないですよね。武士道はもう悟りだからね。そこまで行けとは言わないですけど、常に謙虚になれば学べます。素直さです。素直さがないと学べません。素直さじゃないと、でも、だけど、人に何を相談してもこうした方がいいよって言われても、でも、だけど、だったら相談しない方がいいですよ。大事なことは自分で決めてください。素直な気持ちがあればいつでも成長できます。素敵な人を見て真似ればいいんです。常に前向きの人を見て、常に前向きの人ってね、自分の欠点を知ってます。自分の欠点を受け入れてます。あるがままを受け入れているんです。そういう人は人をコントロールしないし、人にもコントロールされません。自由と自立なんですよ、本当の幸せは。ところが子供を自立させない。親は心配して、一生懸命心配して、大丈夫か大丈夫か、お前はまだダメなんだっつってんですよ。いや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 、親御さん心配してるつもりで、それあなたが足かせをしているんですよ。お前は大丈夫、絶対大丈夫。かや、お前は大丈夫か。俺はそう信じている。だから心配などしていません。体の心配はしています。病気は健康の赤信号だと思います。だから、ね、病気になった時は休んで、自分の体に正直になって、で、体は自分の精神を表すもんです。体がたるんできたら、精神がたるんだと思って、もう一回引き締めてください。行動の動機がいつも愛なのか恐怖で行っているのか、いつも判断基準をそこに持ってってほしいです、娘よ。そして、日本全国の方、僕が娘に言っていることは皆さんにも共通することだと思うんですよね。動機が愛か恐怖かです。ああ、これ人に嫌われちゃう、これをやんないとあの人にこう思われる、それ恐怖ですよ。愛じゃないですよ。愛でやることっていうのは、あ、やってあげたい、あ、この人を喜ばせたい、あ、幸せにしてあげたい、それが愛なんですよ。野良猫ちゃんに餌をあげるような、それが愛なんですよ。別に野良猫ちゃんに餌あげなくたって何も思われないでしょ。でも野良猫ちゃんにあげないとかわいそうなんですよ。どうしても行かないとかわいそうになっちゃうんです。気になっちゃうんです。その行動って恐怖心じゃないんですよね。恐怖があるとすれば、その猫が飢えることです。人が悲しむことです。自分の欲望が人の喜びにつながったとき、喜びは何倍にもなりますよ。何にもなくてもハッピー。